こっち行って初めて来たかな。あれ、あれれれれ、なんじゃらお、ほい、なるほどね。これさ、さっき僕上これ通ってきたんだよ、きっとと思いますけどね。結構いろいろ扉があって気になるね。ここに眠ってる方がいらっしゃいますけど、この金庫は、うん、ヒントなかったと思う。あ、あからさまだよねこれ。いつかは起きそう。イグジット。こっち側行ってないね。うん、こっち側行ってみます。うん、アイテムは結構空いてるんで、貴重な貴重なレッドハーフ。お、なんかあるね、工具。あー、なんかど2箇所ぐらいで見たよね。アンブレラマーク。ケーブルカーへの乗車にはリストタグが必要です。これ乗って逃げるっていう話だよね、きっとね。納品書。ご注文いただきました以下の商品を指定の場所に搬入しました。耐熱金庫。解除番号は金庫側面にチョークで記載してました。実際にご使用になる前に消去お願いします。ありがてえ、すっげえヒント。さっき金庫あったもんね。あー、間違いない、間違いなくそのゾンビもう起き上がるよ。2128212812、こっから12だ。12345678910111112でもう一回8123456718。 OK。 おー、これはあれ、起きない。まさかだけどね。どう見たってこれでしょ。 MW870。 すごいこう強くなった感じ。これこっち側来れたけどさ、こっち側の階段ここ入れないもんね。プラグ集めるっていう話でしょね。あ、ここびっくりマークあるけど、うん、イグジット行ってみようか。いえ、どっかであったような。ウェポン2つも使っちゃったよ。最高だ。
もうさすがに返してちょ。ここは初めてのエリアだ。さあグリーンハーブあったんでゲットしてるので組み合わせ、うん、プラグをゲットしたんでこれ使う場所どこだったかな。ああなんかある。これはなんか来てるわ。お前どうしぶとくない。さっき死んだふりだったの。このクソ、このクソ野郎。さすがにここは来て、ここじゃないかな。なんとなくこんな感じがするけど、うん、このまま行こう。えっ、くそー、いマーじ。どうにもならんて。やばー、赤ちゃん産んでる。刃物が壊れてるわけじゃないけど、マジか、厳しい。いる？進出突起、うわー、やっぱ倒さんとダメ。そんな感じのやつだ。これさ、一旦逃げよう。これさ、あれでしょ、倒さんといかんよね。明らかに倒さんといかん。こっち側行ったってっていう話だもんね。うん、ここ行きたいわけでね。あ、こっちルートあるじゃん。一応見ちゃおうか。気づかんかった。あ、これ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 、ここは初めてだけど使えるんだったら。回していこう。ここはこっち側来たかな。一度初めてだと思うよ。ちょ、はあ、マジで。鍵は使うポイント確かにあったんで。ここ降りたくないんだけど。これさ、降りたところでどないせいっていう、こっち側と繋がってんのかな。降りちゃおっか。じゃあははっ、座ってる、寝てる。あっ、そっとしておきたい。何が起きたんだ。見えないんだけど、来ないでよ。エイリアンみたいに心臓から飛び出てきたよね。
蝶々が飛んでる。やだな。これなんかこれ失敗作みたいな感じ。うお、まったく最悪の光景だ。あ、これ何？よし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 。繁殖しちゃってんだね、このドデケイの。声聞こえる。そん。目ん玉。卵攻撃やめて。卵攻撃やめて。いっちゃいっちゃ、よしよしよし。ショットガンの弾さ、うそ、こいつら量産型なんだ。弾、ほら、あと3発しかない。量産型なんだ。ちょっと待って、これもう弾ないよ俺マジで。冗談抜きで、冗談じゃねえって。これもう今ないもん弾。逃げ、こっちから出られたらもうおしまい。うわ、戻ってきてんじゃん。まあでも2匹は倒したけど、ここ3体もいるのが量産型が、あれ量産型なんだね。 G 第2形態とかそういうことじゃない、あれ全然に過ぎない。じゃあこっち行こうか。マグナムあと1発だ。このゲーム、あれ弾しっかり持ってないと。なんか落とした。くそー、弾がさもうなくなってどうしようもないとかっていうのあったら結構積みゲーだよね。カプコンさんが、たまないですからちょっとどうぞとかっつって贈呈してくれるといいけど。さあこっちはやっぱ生かしてくれないわけでしょ。突っ走る、いける、いける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 、いる。おおお、わからん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 けど、これいちゃいちゃいちゃ、よっしゃ。これ完全にそうだよね、量産型だよね。ここどことつながるんだろう。もうさ弾ありがて、これじゃ圧倒的に足りなすぎる。足りない。初めて来る場所だ。何これ、ガンパウ？フィルムだ。おお、ポッチやったぜー。さらに2つ解放、これでかなり楽になってった。よし、ありがてえわ。10発か。ここは来て
はじ、ん、ん、ん、あ、どういうルートだったっけ。ここ通って、ここって、あ、いけるいけるいける、これでしょきっと。ありがとうございます。うん、さらにこの今の状況的には、ショットガンの弾の方がいいと思う俺は。節約節約、そう、最初からこうやってしていけばね。そういうことだと思うんだ。あ、もしかしてこっちもかな。うん、開く開く、いいね。一気に2つ開けた。ガンパウ、これは、ん、なんかあるよ。おうおうおう、へやーっつって。まだありそうでしょ。あ、なんかあるね。ジャズフェスティバルのチラシ、 SZF。 どっかであったよね、あのダイヤル式のやつね、 SZF。 ありがてー、すっげーありがてー。SZF、 なんかこれナイフで切れるとかそういうわけじゃないんだ。本当なんかもう入り組みすぎてて複雑でわからん。もう調べていかんとね。エイダも助けんといかんし。マグナム大事に使っていこう、マグナムね。開けて、見知らぬ場所だよね。まず明らかにこれでしょ。これさ、一旦引っ込める必要ある。うん、こういうことだと思う。で、この状態で使う。つまりこれはロングバレル。これはどっちにつけるやつだろう。さ、スターズバッジだけど、これ捨てるのはちょっとあれだよね。さ、ロングバレル、マグナム専用なんだ。うっ、でかくなった。こうなってくるとちょっと、だからポーチの数が増えた感じもするよね。なんでこんなところにスターズのね、あるんだろうって思うけど。あ、ここ来たんだ。あれ？これってさ、覚えてる。ああ、覚えてるっていうか、あの G1 との戦った場所だよ。ここに繋がるんだ、すげえな。となってくるとこれさ、じゃあ戻るべきだよね。戻るべき。いや、
いろんなところがいろんなところで本当につながってて面白いよね。さあいざ戦場へ、下水へ行こう。自分の精神が参っちゃう前に音がしていく必要があるな。さあバッジと鍵はこういうのってね、なんかね捨てるっていうのもいいんだけど、ボックスの中にしまい込みたいよね。これは戻ってきた感じ。ルート的にこっちだったっけ？うん、こうだこうだ。邪魔だな。おしおしおし、まいた。よーく観察してるとそんなに脅威ではないね。量産型っていっぱいいんのかな、やつらに。そんな、あ、また降りちゃった。あー、あ、これ自分が倒したやつか。分かってきた。一旦こっち行ってみようかな。でもここまだ赤いね。赤いってことはなんかやり残してるわけで、いるやん。出なかった。ほら、まさか。よし、ショットガンの弾がな、ガリッと減る。あんだけ打ってやれか。マグナムの出番も来るな、きっとな。戻ってきた。下水道むずいな。下水道が結構むずい。もう一回見ますね。これだね。 SZF。 OK。 何があるかなど、ありがとう。今いっぱい使っちゃったばっかなんで。ああ、これよく見たらマグナムだった。マグナムでも全然ありがたい。これ一回降りるとこういう風になるもんね。壊れてるから、一周してこないといけない感じ。